はい、ガッチャンです。出だしのネタはもうありません。ごめんなさい。でもね、4日目になります。ですね、食欲というか、なんだろうな、食べなくてもいいんだよね。そう、なんかいい感じです。これでコメントになってるのか、そんなことないですね。体重を測ってないので、なんとも言えないんですけども、なんだろう。とても前向きな感じで、前に向かってる感じなんですが、問題があります。これは、XM3 がいいとか悪いとかって話じゃありません。私、何も食べてないと、お金がなかったりとか、飢えてると思われてるらしくて、何もしなくても食べ物を持ってきてくれるんです。なんかね、ガッチャンどうしたお腹減ってる?なんて感じで、皆さん、食べ物、飲み物なんか運んできてくれるんですよね。まあ、ありがたいばっかしなんですけども、ちょっとダイエット中だったら、ダイエット中だけさ、ありがとう気持ちだけなんて言ったら、ガッチャンらしくないじゃん、食べないのなんて言われてるうちに食べちゃうんですよね。まあそんな皆さんの協力なしにはダイエットできないということを、なんか今日はちょっと痛感してるんですが、ですね、きっとね、順調に体重が落ちてるんではないかななんて思ってます。まあ水を飲む量は、だいたい1日1リッター、2リッターぐらいなんですけども、まあサプリ、XML3 を飲んでから、15、6時間ぐらいは特に空腹感を感じません。はい。空腹感を感じません。ただね、20時間ぐらいになると、お腹減ってくるかな。はい。まあ、その前に20時間経つ前に寝てしまえって感じですけども、まあ、昨日はね、恥ずかしながら、スマホのゲームにハマってまして、気がついたら朝になってました。そんな不節制な生活をしてるのが一番悪いような気もしますが、また明日も頑張りたいと思います。ですね、みんなの目に触れないように、ちょっと、隠れて、生活します。まあ、幸いなことにね、あれ食べない、これ食べないって持ってきてくれるのは大変嬉しいことなんですが、この動画を見てる皆さん、もう3日4日、ガッチャもうダイエット中です。何も持ってこないでください。お願いします。もちろん甘いのは大好きですよ。脂っこいのも大好きです。炭水化物がなければ生きていけないぐらい思っていましたが、ガッチャもうダイエット中です。そんなわけで、もう2、3日、探さないでください。お願いします。ガッチャンでした。